はい、皆さんこんにちは、朝ヒッチです。ちょっと間が来ましたけど、おなじみ筑波サーキットに今日来てます。今日12月10日、今晴れてますね。晴れ、ちょっと曇り空ですけど、今気温が11度、おそらく路面温度も同じぐらいの気温だと思います。今日は、相変わらず J クラスで2本走りたいんですけど、今回から投入しました。冬になりましたので、タイヤウォーマー、まあ、シングルの電熱方式で、だいたい走行前にタイヤを80度ぐらいまで、温めます。特に冬こういった気温が、まあ、今日は10度あるからいいんですけど、路面温度が非常に低い時はタイヤを、我々熱を入れるっていう言い方をするんですけど、こう蛇行するんじゃなくて加速ブレーキ、要はタイヤを潰すんですね。タイヤを潰すことによってゴムが練られるので温度が上がっていきます。夏の間は、すぐに温まりますけど、冬は非常に温まるのが遅いので、こういったタイヤウォーマーを使います。1回目は久しぶり、ちょっと間隔空いてるんで、ちょっと様子見で走ってみたいと思います。じゃあ頑張ります。ご苦労様です。サラリーマンの走行直前までウェブ回転です。ちょっとでも冷やしたくないです。冷やした。まあ1回目はちょっとタイヤのね、様子見なんですけど、まあ予想通りかなり滑る感じで、まあちょっと安全、2回目も安全見ながら走りたいと思います。ということで、今日実は大物ゲストが来てます。ちょっとカメラターンしてもらっていいですか。
紹介します。メジャーに上がれなかったメジャーリーガー、こんにちは、よろしくお願いします。マイナーリーガーなのでメジャーリーグ、はい、マイナーリーグはどのぐらい所属しましたか？半年です。その間の登板数は12試合です。成績は、はい、成績は、防御率が 2.3 で打たれましたね。そこそこ打たれました。全部1イニングだったんですけれども、基本塁打6です。ありがとうございます。ストッパーにはなれなかったと。なれなかったです。ストレート、持ち球は、持ち球、はい、ストレート、フォーク、シンカーが持ち球でやってました。最高速は148キロでした。筑波走るより遅いですね。ちょっと比べられるときついんですけど。はい、以上メジャーに上がれなかったメジャーリーガーでした。ありがとうございました。汗で、汗が冷えちゃって気持ち悪い。なっちゃいました。今日はもうちょっとしかガソリンが入ってないんで、傾けるとガソリンが供給されなくなっちゃって、やべえやべえと。いや、計算上足りるはずだったんですけどね。まあ無事に終わって何よりです。はい。じゃあお疲れ様です。無事2回の走行終わりました。ちょっと2回目がね、ガソリンガス欠するっていう。非常に恥ずかしい終わり方をしてしまったんですけど、ガス欠すると、まあ、アクセル全開にして裏のストレートとなって、ね、もう止まってしまうんで、まあ、そのままもうピットに入ってきました。で、まあ、タイムの方は、まあ、今日初めてタイヤウォーマー使ってね、20本を有効に使おうと思ったんですけど、ちょっとタイヤがこの状態ですり減ったタイヤは温めても意味がないということが今日よく分かりました。で、一応このタイヤ、このセットは今日で終わりなんで、次回、今年年内にあと2回走る予定になってるんで、次回新ニュータイヤにして、どうですかね、12月の末ぐらいなんで気温が今よりもおそらく低い、状況で、どうなるかっていうところなんですけど、ちょっと年内にね、4秒台前半っていうところはしっかり出して、で2022年を迎えたいなと思います。はい。で、走行の方はですね、タイムはまあ6秒ぐらいであんまり出てないんですけど、今日課題に挙げてた、バン価格というところは、まあこれもタイヤなんですけど、まあ見てもらったのが、まあ際までしっかりタイヤ使い切れてるってところがあって、特に、第1コーナーと第1ヘアピンで、最終コーナーですね、まあ、いつもよりもう一段バンク角を深めて、出口に向かっていくっていうところが少し、まあ、イメージはできてきたんで、ただまあ立ち上がりでね、どうしてもタイヤの負担をかけると吹っ飛んでいっちゃうんで、このタイヤだとちょっとそこはセーブめに走りました。まあ、次回今日コーナリングでね、ちょっと、まあ、イン側につくという兆しが見えたところで、次回ニュータイヤでタイムアタックしたいなと思います。ガス欠しました。恥ずかしいです。じゃあお疲れ様でした。また次回頑張ります。